JR 都市乗り道駅は大阪府東大阪市 A は一丁目にある西日本旅客鉄道大阪東線の駅。駅番号は JR 海11。放出駅が統括管理する業務委託駅で JR 西日本交通サービスが駅業務を受託している。大阪東線は上等貨物線を旅客化したものであるが旅客化工事に際して複線化。 高架化を同時に行っているため、実質的には、新線建設に近いものであった。2007年末に放出駅、旧放寺駅間で新線の試運転が開始され、そのために、現在の JR 都市の離島駅の南側、近鉄大阪線の高架をくぐった先に、旧線から新線への渡り線が設置された。この分岐は、都市乗り道信号場と呼ばれ、 小学時信号場の使用が開始されるまでの4ヶ月弱の間使用された。島式ホーム1面2000を有する公開機で、ホーム庁は8両編成まで対応。切符の販売窓口は有していないが、緑の券売機がコンコースに設置されている。友人改札口にはインターホンが設置されており、無人時間帯はコールセンターが対応し自動改札機を遠隔制御している。 バリアフリ、対応の設備として、多目的トイレのほか、エレベーターとエスカレーターを有する。2019年度の1日平均乗車人員は5201人で、ある。開業後の1日平均乗車人員は、以下の通りである。駅のすぐ隣に、近鉄春徳道駅があり、当駅近鉄間には、屋根が整備されており、総合駅間での乗り換えが可能である。大阪バス、 都市の利堂駅バス停注釈出店。ありがとうございます。